元気よく性能どうも、岡です。皆さんです。バラストッポギ侍です。いやいやいや、場所場所場所、ベッドの上、これから話すことが入ってこないんですよ。ずっとこれだった。ここにいると、あぐらで。ごめんなさいね。まあここはちょっとソウルから離れた、とあるモーテルにいるんですけれども、はい、まあ、皆様がね、今僕たちがお部屋探しについてすごい気になってると思うんですけれども、まあ、その前に、まあ、皆様から本当に僕たちが今不動産回りしたりお部屋探してる間にいろんな DM とか来るじゃん、まあ、コメントもそうだし、もっとこういう風の方がいいよとか、こういうことをしてみたらとか、いろんなアドバイスくれるじゃないですか、まあ、そこはちょっとね、本当に心配してくださって本当にありがとうございます。ありがとうございます。で、まあ、そのコメントとか DM とかいろいろ見る中で、皆様がまず一番疑問に思ってることって、なんで俺たちはこの前の家出る前にこの家を見つけなかったっていうことなんだけど、ちょっとこれはちょっとガンちゃんから説明してもらっていいですか、なんでこういう状況に、なんでこんなサバイバルを勝手にやってるのかっていう状況が本当に気になってると思うから、ちょっとそこだけちょっとお願いします。チャンネル登録してくれてないの？お願い。僕たちね、韓国いる間はエアビというところで泊まってたんだけど、エアビにいる間も、正直言ったら不動産探しをしてたの。不動産周りはね、その時もね、撮影もしながら、練習もしながら、不動産も回りながらみたいな感じで、ビン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 取り越えさせた、だけど韓国って今深刻な空室がないの。本当に部屋がないんだよね。人がこんなにいて、家もこんなにあんのに、空室一個もないんだから。なんで、どういう状況、だから、その回ったとしても結局ないまま、エアビの契約が終わっちゃった時に、日本のスケジュールがあったから、一旦日本に戻って、で、日本に戻ってる間は2、3週間いたからさ、不動産探しは日本にいる間はやめてました。そうだね。で、日本から韓国に戻ってきて、もう必死に頑張った。みんなにも動画で伝えたぐらい、それ以上僕たち頑張ったんだけど、結局ないまま、ちょっとモーテルを転々した生活になってるって感じですね。そうなんだよね。だから本当に前の住んでる部屋から探したの探したんですよ。でもその時は時間も余裕あったし、ちょっと舐めしたところもある、まあ余裕で見つかるだろう、余裕で見つかるだろうと思って、それでマジでないまま契約切れちゃったし、そうなんだよ。でそうやってまあ日本から戻ってきて、ここはもう俺たちモーテル暮らしすればさ、マジで見つけなきゃやばいっていう、自分を追い込めたらもっとさ絶対探せるだろうと思ったんだけど、マジでもうあのね、ツールームがまずソウルにないんだって。ないね、ツールームっていうのが。だワンルームはあるっちゃあるんだけど、ツールームがもうないし、あるとしてももう本当に補助金が500万とか、マジだよこれ、みんなビビるっしょ、ビビるっしょ、100万とかじゃないんだよ、もう500万とかだ、ビビるよね。だから本当にあの今マジでソウルから今外れてます。そうだね。で今まあソウル外れて、そうキョンギドってところを今探してるんだけど、やっぱりね、交通が不便なところ結構多くて、なかなかちょっと僕たちも決めかねてるという、まあちょっとあの自分たちのあった金額とかではあるんだけど、ちょっと場所が場所だと、これだったら本当に家から出れないぞっていうところで、もう駅前とかでもやっぱりないんだよね、ちょっとソウル外れても、だからちょっともうちょっと今頑張って参加してるってとこです。まあちょっとさ、今までの経緯をちょっと軽く、僕たちが不動産でなんで家が決まってなかったっていう経緯をちょっと軽く説明させてもらうんですけれども、まず男2人だからダメ、お金も僕たちが求めてた金額で交渉進んだんだけど、結局男2人はやっぱダメ、まあ多分これはうるさくするだろうとか、まあ汚くするだろうっていうところで、臭くする、臭くする、匂いの面で、匂いの面も臭くすると思われる。俺がまず酸っぱいからな、やめとけよ。あとは、まあ、ギリギリまで決まってたんだけど、結局日本人はダメって言われたんだよね、でもガンちゃん韓国人だけどね。だけど僕も日本人生活が長い韓国人だから信用にならないという面で、ちょっと大家さんがお前はダメ、いや俺ちょっとあんだけちょっとショックだったよ、ちょっとムカついたけど、だって決まってサインする直前まで行ったんだけど、やっぱちょっとあの日本人ダメ、まあちょっとそういうのはさ、まあ海外行ったらどこでもある話だから、まあまあまあね。であと保証金面でも、まあ、僕たちとあこれだったら入れるし、内見も行ったし、あいい感じじゃん、でこれも本当にあの契約するギリギリで500万円にあげますって、なんでちゃんと大家さんもよろしくお願いしますって言って、僕たちもあこれだったらいけるわ、と思って対処と思ったら、やっぱちょっと500万。そうだね。そんなに決められんの金額って急に、まあ、気分これはもうそしたらもう入れないもん、お金ないから。ただね皆さん、ちょっとここからちょっと朗報がございます。はい、まあ、僕たち今ソウルを離れたところを探してるんですけれども、実は、まあ、僕たちソウルで多分もう3、40件いや50件ぐらい不動産回ったのかな、そこのある不動産の方から電話来まして、条件に合うところがあったので、そう来週来ないですかって言われて、さっきの僕たちが話した条件も全て多分クリアできて、そうだね、で僕たちが見合った条件で家が進めそうです。おーよかったよ、やっとだよ、やっとだ。皆さん本当にもう今までさんいろいろ心配とかね、すごいかけたと思うんだけれども、一
旦ちょっと安心してください。あの僕たち家が見つかると思います。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、本当に。いや長かったね。マジで長かった。ソウルもそうだし、ソウル以外のとこもあのいろいろ回って新しい韓国の面が見れたと思った。なんか本当に場所によっても全然違うし、人も違うし、うん、だから結構ね、僕たち皆様から結構なんか大丈夫とか、うん、顔が忘れてないとかいうコメント結構多いんだけど、結構充実してる気がするんだよね。そうだね、うん、なんかそういう私生活の面ではまあ充実してないと思うけど、うん、なんか経験としてはすごい充実したし、うん、そうそうそう、僕不動産回りながら一つなんか覚えたのが、うん、人のせいにしないっていうのを覚えた、はいはいはい、ちょっといろんなダメな面あったじゃん、うん、だけど不動産のせいにしないで、はいはい、もう僕たちが悪いんだって飲み込んじゃって次のステップ行っちゃった方が、うん、もう自己解決のストーリーのスピードが速いから、そうだね、もうそこの面で不動産回りながらなんか一歩大きくなれたっていう、わかる。本当に不動産のせいにしちゃうともう次の家が見つかんないの。そうそうそう、ここで落ち込んじゃったりすると、だからもう俺たちはもう一個の不動産だったらもう次、うん、もう次、そうそうそう、次、次、次っつって、もう本当にいろいろ回ったね、うん、そう、そのおかげでいろんな地域にも行けたから、うん、すごいなんか幸せだったね。そうだね、いろんなまあ美味しいご飯とかも食べながら、うん、でも やつれてんのかな、まあ、動きすぎなんだと思う、ね、ただコメントではね、あのご飯を食べてるのは食べてるんだけど、その分多分、うん、そうだね、動いてるからやってるだけで、まあ、でも今後はねちょっと家が見つかったら、うん、まあ、自炊とかもね、うんうん、しつつゆっくりお届けしようかなと思ってね、うん、あでもね一番辛かったのは家を探しながらも撮影して、うん、編集して動画アップすること。そうだね、正直言ったらまだちょっと慣れないかもね。これはまず本当に僕たちはマジで、まあ、寝る時間がほぼなかったね、うん、これでそれでなんか僕たちもやつれてたしさ、クマもすごくなっちゃったし、ね、まあ、それで多分クマがすごいんだよ。そうだね、うん、その結果、うん、やっといい物件見つけたからさ、やっと見つかったから、まあ、よかったんじゃない。いや不動産屋にも感謝してるよ。もうそうだね、あそこの不動産屋さんでしょ、あのメガネのメガネのお姉さんで優しいよね。優しかった、いろいろ回ってくれたりさ、めっちゃ親身になってね。車でも本当5、6件ぐらいさ連れてくれて、早く見つけてほしい、早く見つけてほしいって結構言ってくださって、ね、連絡してくださったから、ちょっとなんか俺菓子折り持とうかと思ってる。どういうことだ好きになっちゃうじゃん。だって僕たちがその方と連絡取んなくなってから1週間ぐらい経ってるのに、まだ多分探してくれたところでしょ。 ね、それは菓子折り持ってくよ、うん、バームクーヘン。うわぁ持ってるから韓国にちょっといいバームクーヘンちょっと持ってかないとさ、うん、ちょっとそれはもうしますよ。そうだね、うん、じゃあさ、もしまあ俺たちも家見つけて、まあ、トッポギハウスができるわけじゃん、うん、なんかそのトッポギハウスでなんかこういうことしたいっていうのなんかある？例えば、うん、なんかそういう家でこだわってきたり、なんかインテリアとかそういうなんかあるの？そうだね。うっさ、うっさ、やめてその北斎のやつ。照明を。うわ、しんど。しんどこいつ。ランプ、ランプ。ランプをこだわっていきたいなと思うし、ツールームあるからやっぱ個人のさ、うん、空間ができるわけじゃん。そうだね。だから自分が好きなスタイルでちょっとその照明とかやったり、あと僕もともと家に観葉植物があったの。はい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 。そのね、めっちゃ大きくうまく育ったんだけど韓国に来ちゃったから、オンマとかにこのハウスっきりだから、スペースがあったら観葉植物ちょっと育てたいなと思って。いいね。なんかペットみたいな感じになるの。あ、そうなんだ。その子は無口だけど、めっちゃ無口だよ。うわ、喋りかけてもおはよう、おはようって言ってんだなみたいな。うわすげえ。そうそうそう、観葉植物育ってる人ってこんな感じになっちゃうんだ。そうそうそう、危ないよ大丈夫ダメな方向に転がった人間の方なんだけどそんなことないと思うけどね。まあなんか観葉植物、うんうん、なんか置きたいなと思って。レプリカでもいいし、うん、レプリカ会話できる。レプリカでできる、できる。生きてないよレプリカは。まあ気合いで怖いサイコパスがすごいのさっきから。そういうのやりたいなって思って。あ、なるほどね。だからあれだ、部屋を暗くして照明だけにしてちょっと感じて寝たいとか、そういうのあるんだ。ロマンスみたいな、そういう。いやまあ恥ずかしいあるんだ、まあ、あるんじゃん。あるんだ。まあまあ明るいのがもともと苦手だから僕は、太陽とか、うん、そういうのが苦手だから、うん、そのちょっと渋い光で寝たいなって思ってるかな。なるほどね。じゃあ終わるか。やめとけよ、聞けよ聞け終わるかじゃねえよなんかある。俺寝れりゃいいのよ。布団さえ引けりゃどこでもいいんだから俺。こだわりないよ、ね、こだわりゼロ。けど2人で話し合ったこだわりあるじゃん。その照明あんじゃん、韓国っぽい居酒屋の、居酒屋のそのピンクとかで光ってる調和派ぬん、うん、ソジュ、うん、勝ちましりでよ。違う、なんか減ったちょっとなんかやってみ、なんかやってみ。오늘좀취한것같아。아それ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 エロエロそれエロそれ좋아하는색깔은흰색。下手これできない。昭和ハヌン大好きだね。大好き。下手くそが。まあなんかそういうね、その、うん、僕たちが撮影するスペースとかはちょっとなんかこだわってね。うん、そうだね。いろんななんか装飾とかできたら、皆さんもっとね、伝わりやすいんじゃないかって思いますよ。うん、今後の僕たちのトップゲーハウスも皆さんぜひぜひ楽しみにしていってください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白かった、ためになったと思った方、ぜひぜひいいね、コメント、チャンネル登録お願いします。僕たちチャンネル登録者数20万人目指してます。ぜひ
チャンネル登録の方よろしくお願いします。各 SNS 概要欄の方に貼っておりますので、ぜひぜひチェックお願いします。それでは次の動画までバイバイ。감사합니다.